はい、どうも、フルバブです。今回は、東京オリンピック日本代表はね、全日程消化しましたんで、ここで、僕、フロサポです。はい、フロンターレ、川崎フロンターレ大好きなので、僕が思った本音、東京オリンピックのをちょっと、日程とともにね、話していきたいなと。これはもう本当にぶっちゃけるので、はい、こちらの方をちょっとご了承いただければなと思います。はい、ということで、開幕前、ACL で、川崎の選手たち、畑選手と三笘選手、そして名古屋の相馬選手が、ACL に行ってた関係で、合流も遅れて、でなおかつ三笘選手に関しては怪我を持って帰ってきてしまったというところからのスタートで、スペイン戦は三笘選手は出場回避ということになって、で望んだ東京オリンピックでしたけども、開幕戦は、逆に田中碧選手に関しては ACL 行かなかった分コンディションが良くて、入りも非常に良かったし、で南アフリカ戦は攻めあぐねて1点しか取れなかったと。で正直この時点で三笘選手は調子はあまり良くなかったというか、怪我は治ってなくてコンディションが上がってなかったみたいですね。で旗手選手はここで入りが良くなくてね、左サイド、いろいろ、南アフリカもそこついてきて、そこでポジションチェンジしてトップ下かな移動してって感じでしたけどもね、入りは別に悪くなかったかなと。あとはもうここは決定力の問題だったと思いますんで、1試合目は良かったんじゃないかなと。で2試合目メキシコ戦、ここで三笘選手ベンチ入りということで、2対1で勝ちましたけども、やっぱ冨安選手が出遅れていたっていうのが正直後ろの方のねマネジメントが難しくなった要因かなと。やっぱ冨安選手いれば、吉田選手とかを休ませる機会とか、ボランチの2人を休ませる機会を設けられたかもしれないんですけども、冨安選手が不在の試合が多かったので、そこがうまくローテーションできなかったところは響いたかなと。で、この2試合目に関しては守備しっかりとしましたし、で攻撃もうまい形で2点取れたので、そこは良かったかなと。で1人退場、相手が退場して、そこから三笘選手と上田選手入れましたけど、2-0 の状態で相手は1人少ないとなって、非常に一番難しいシチュエーションだったかなと。で三笘選手が最初仕掛けたじゃないですか、あれはもしかしたら森保監督はもう1点取って試合を終わらせろって言ったのかもしれない、わからないですけど、うまく時間使って試合を終わらせろって言われてたら、もしかしたらあそこ仕掛けなかったかもしれないんですけど、やっぱ森保監督の指示がどっちだったのかっていうのは定かじゃないので、あそこで批判されてましたけど、三笘選手のプレーに関しては、ただあれは果たしてどっちだったのかなっていうのが正直なところでした。はい、でここで2連勝になって、もうほぼこれで決勝トーナメント行きはほぼ決定で、でフランス戦に2点差以上で敗れなければ決勝トーナメント行きは確定してたところで、
やっぱフランス戦も、残念ながらベストメンバーで、ほぼベストでいった形。やっぱここでね、ある程度思い切ったメンバーを使えれば違ったのかなと。このフランス戦で果たしてこのメンバーで行く必要あったのかなっていうのが正直なところ。特に吉田選手と遠藤選手、田中碧選手、この辺ですよね。この辺を使わざるを得なかった、まあ、特に板倉選手は冨安選手がいなかった関係で、まあ、初戦と2試合目出てましたから、フル出場しましたから、まあ、一番ここを変えるべきか、ここか次の決勝トーナメント、ニュージーランド戦をやっぱり変えなきゃいけなかったかなと、金メダル目指すには。でもここでもう、まあ、ほぼベスト。変わったのは冨安選手が帰ってきて、左に畑選手で、トップに上田選手が入っただけとなりまして、で久保選手と堂安選手も休ませることはできなかったので、やっぱここの試合は正直ちょっと冒険してもよかったんじゃないかなと正直なところ思います。やっぱ堂安選手か久保選手変えて三好選手入れるなりで、左サイドも三笘選手ポジション上がってないなら、まあ、特にこの試合三笘選手使わなかったですから、正直にね、フランス戦確か前半2点リードしましたね。前半2点リードしてたので、ここでやっぱり後半頭からね、三笘選手使ってコンディション上げさせるっていう手もね、使ってもよかったと思うんですけど、これ使わなかったということで、まあここのターンオーバー失敗したっていうのは、正直ここから先の結果につながった可能性は正直言って僕はあるんじゃないかなと思います。はい。そしてまあしっかりと無事ね 4-0 で勝って決勝トーナメント進出しましたけど、まあここで決勝トーナメント1回戦ベスト8ニュージーランド戦、まあ、ここが、まあ、一番落とし穴にはまりやすいシチュエーションで、まあ、そこを引き締めるためにおそらくベストメンバーで臨んだと思うんですけど、それが完全にここから先の、ね、戦いに裏目に出た形になりました。で、まあ、決勝トーナメント1回戦で、まあ正直ここで90分でしっかり勝ちたかったところ、延長も終わって 0-0 で PK で勝ち上がるという形、まあ、おそらく森保監督ここで90分で勝つためにベストの布陣でいったんでしょうけど、ここでまさかの攻撃陣が沈黙となりまして、まあ、0-0でいっちまった。でなおかつメンバーも出場停止の酒井宏樹選手に変えて橋岡大樹選手で、まあ、中山選手に変えて旗手選手、ぐらいかなと、まあ、左サイドハーフに相馬選手入れましたけど、まあ、本当中央の吉田選手と遠藤選手、田中碧選手はやっぱこのフランス戦とニュージーランド戦、ここでうまくみんなね、3人ともどっちかの試合でローテーション組ますことができなかったのかなっていうのが正直思うところではあります。やっぱここで大体慣れなかったのが この準決勝以降の結果につながってしまったのかなと、まあ、あくまでも結果論なのであれですけど、ただ正直このね
日本の国書の中2日で6試合っていうことを考えると、やっぱそこのマネジメントはできなかったのかなと、ちょっと考えれば分かると思いますし、そこら辺はちょっと森保監督に足りなかったところなんじゃないかなと思います。だってね、中2日で6試合、 J リーグでも大変なのに、やっぱこの国際大会で、しかも東京オリンピックっていう日本にとってはかなりプレッシャーがかかる大会なので、普通のリーグ戦、所属のリーグ戦以上にやっぱりメンタル的にも大変だと思うし、肉体的にもいろんなところにね力が入るシチュエーションだったので、やっぱ一試合はこのフランス戦、ニュージーランド戦でやっぱ 連続先発っていうのはありえないなと僕は思いましたし、吉田選手に関してはもうずっと出ずっぱりですから、正直正気の沙汰じゃないなっていうのは正直感じました。でここで第三差が森保監督に持てなかったのが今後の結果に大きく影響したと思いますし、でこの試合も正直左サイドハーフ三笘選手、延長戦から入りましたけど、後半から入れてよかったんじゃないかなと。で後半決着つけるために三笘選手左サイド置いてね、当然ニュージーランドはそんなに攻撃に枚数かけるチームじゃないので、勝負決めに行って90分で終わらせられれば疲労の蓄積も減らせだと思うし、やっぱ森保監督に足りなかったのは本当に大胆さだと僕は思いました。はい、ということで、まあここでニュージーランド戦、まあ、PK で辛くも勝って準決勝に駒を進めて、で、まあ、この準決勝のスペイン戦で、ここでまさかの事態三笘選手ベンチ外と、これは本当意味が分からなかった。もちろんニュージーランド戦途中から出てきて、まあいいプレーを見せられなかったっていうのはありますけど、正直スペイン戦こそ三笘選手必要だったんじゃないかなと。やっぱニュージーランド戦はそんなにスペースがなかった、やっぱニュージーランドが守備的に来たっていうのもありますし、そこでまあ結果残せなかったからっていう理由でおそらく失格の烙印を押されたのかなって僕個人的には思ってるんですけど、わからないですよ、コンディションとかもありますからわからないですけど、僕はそう思っていますし、でスペイン戦なんでベンチ外なのと、いやもうスペインこそスペースめちゃめちゃ空いてんじゃんと、裏にここで三笘使わないでいつ使うのっていうぐらい一番シチュエーションとしては整ってたと思いますし、特に延長戦に関しては、で特にやっぱ一番言いたいのはニュージーランド戦、三笘選手入れた時に田中碧選手も同時に変えてるんですよね。そこがちょっと頭おかしいなっていうのが、口が滑っちゃいましたけど、でそこら辺ちょっと考えられないかなと、まあ、田中碧選手が疲れてるの分かりますけど、だったら後半入れろよと、まあ、ちょっとニュージーランド戦は置いといていいんですけど、まあ、スペイン戦は逆にここで田中碧選手延長も使ったんですよね。いやだったら三笘入れろよと、もう心の底から思いました。でまあ案の定なかなか攻め手がなくて、まあ0-0、0-0のまま進んで延長戦でアセンシオ選手の一発に負けると、森保監督ちょっとね大胆にいってほしいですよね、攻撃は。やっぱ堂安選手と久保選手はグループステージは良かったですけど、決勝トーナメント行ってからはなかなかやっぱり
個人というか2人の関係で点取ってたので、決勝トーナメントからそこをしっかりと抑えられて、で1人でドリブルしてシュート打っても、だいたいやっぱブロックにしっかりとねシュートコースに入られて、そこでしっかりとシュートブロックにあって、うん、キーパーのところまでボールいかなかったですからね、あんまり。その辺の攻撃に関してのアイデアとか構築が足りなかったかなと思います。やっぱそこはちょっと前代表を見てても思いますし、まあ、森保監督しっかりしてくれよと、三笘ここで使えよと正直思いましたね。まあ僕はフロンターレサポーターだからっていうのもあると思いますけどね、はい、見たかったなと思います。やっぱ本気のスペインに対して三笘選手が、特にやっぱね3位決定戦のあのプレーを見てしまうと、なんでベンチ外なのかなっていうのは正直思いました。やっぱ森保監督がやっぱ一番ちゃんとね近くで見てて、コンディションとか怪我の具合とか見てたからこそ、なんで分かんなかったかなと思います。はい、すいません、フロサポの嘆きです。はい、まあこれでまあ準決勝敗退で3位決定戦に回るということになって、まあ3位決定戦、まあ記憶も新しい3位決定戦メキシコ戦、はあ、まあスペイン戦のね敗戦を、まあおそらく尾を引いてか試合の入りも超最悪、メキシコ相手に手も足も出ず、あのグループステージの勝った試合の姿は全くなく、特に前半は気持ちも入っておらず、非常にひどい前半をしてしまって、まあ、これはもう本当森保監督の責任だと思います。これはもう監督の責任って言っていいと思いますし、ここでもやっぱりメンバーを変えずに臨んでしまった、そのツケが本当にあの遠藤選手のミス、度重なるミスだったり、吉田選手はもう体ボロボロでした、見てて分かりましたし、田中碧選手もやっぱ3位決定戦に関してはもうミスが多かった、この辺のやっぱマネジメントは本当に非常にひどかったと思います。うん、大会通してのマネジメントはね、これやっぱいろいろ言われても仕方ないぐらいひどかったと思うし、で久保選手と堂安選手も頼りすぎた、この2人の選手に頼りすぎたかなと、うん、まあ、堂安選手に頼るのは分かりますけど、まだ久保選手20歳ですから、いろんなもの背負わせすぎたかなというのは森保監督の責任だと言っていいと思います。そしてやっぱコンディションを見極められなかったっていう点も森保監督のマネジメントの部分はひどかったかなと、うん、やっぱ今週悪いのかなって思ってたら、三笘選手はあれだけ活躍できるわけですから、ちょっとどうなのかなっていうのは正直思いました。まあこれはおそらく森保監督ね、ワールドカップ続投すると思いますけど、どうなんだろうどうでしょうね、攻撃に関しては、うん、ともうちょっと言い方悪いですけど丸投げに近かったかなと、選手個々ので、まあこの試合やっぱ選手たちは分かってて、まあ、三笘選手出てきたら本当に三笘選手にしっかりと預けて、で三笘選手から崩してもらうっていうのを、まあ、堂安選手も
久保選手もやってましたし、まあもちろんね外野からは三笘選手フレッシュなんだからこれぐらいやって当たり前とか、メキシコ選手が疲れてるのはもうあるんだからこんなんできるのは当たり前だろうっていう人いると思いますけど、いやでも三笘選手はもっと やれること やりましたからね、それでそんな言われる筋はないなと思うし、森保監督がもっと使ってればもっとしっかりと結果残したかもしれない。まあこれはもうたらればになっちゃうんで、まあ今言ってもしょうがないですけど、正直僕は思いますし、まあコンディション上がってないなら試合使ってね、試合で使ってコンディション上げればいいし、特にあのフランス戦なんかはね、あれだけ点差離れてたんだし余裕があったんだから使うべきやったと思うし、それはもう本当に監督の責任と言われてもしょうがないなと思いますし、それだけの決定権がありますんで、うまく使いこなせなかった森保監督の責任だと思います。森保監督の批判になってしまいましたけども、まあ、それぐらい本当にいい選手は揃っていたので、監督が違ったらもしかしたらメダル取れたというか取れると思う戦力だったんで、本当に悔しいですけど、まあ、残念ながら4位というフィニッシュで終わってしまいました。やっぱ大会通して、まあ、選手は本当に頑張って日本のプライドを持ってね、戦ってくれましたんで、選手に対してはもうそこまでやっぱ批判できないかなと思うぐらい、やっぱ上田選手もね本当最後メキシコ戦、まあ、得点取ることはできませんでしたけども、やっぱ三笘選手と絡むことによってあの動き出しも生きたし、本当決めてればね、決めきってれば言うことなかったんですけども、まあ、そこだけがちょっと残念でしたけど、それ以外は非常に良かったと思いますし、やっぱ三笘、森保監督がやっぱうまく選手の特徴コンビネーションを生かしてね、使うことができればもっと違う形で終われたんじゃないかなと。特にやっぱ左サイド旗手選手と三笘選手とでボランチ田中碧選手揃ったのこの試合が最初で最後ですから、もうちょっとねやれたと思うしやりくりできたと思うんで、ほんとちょっと残念ですね。あの3人のコンビネーションをうまく使えればもっとね相手に脅威になる攻撃ができたと思うので、守備どうこう言いますけどそんなに守備悪くないし、もっと三笘選手頼ってもよかったんじゃないかなと個人的には思いました。まあこれは本当フロサポだからこそ思ってることかもしれないんであれなんですけども、そう思いました。はい、ということでまあちょっとね今回ぶっちゃけさせてもらいました。まあ東京オリンピック期待してただけに本当残念だったので、はい、まあもう結論は森保監督の責任です。はい、もうそう言わざるを得ないぐらい本当選手たち頑張ってたので、はい、本当にメダル取らせてあげたかったなと思います。まあ、ただワールドカップ来年ありますんで、はい、ぜひそちらの方で、借りを返してもらいたいなと思います。はい、ということで長くなりましたけども今回は以上にしたいと思います。はい、はい、残念でしたけど、よければチャンネル登録高評価コメントよろしくお願いします。はい、ということで最後まで見ていただいてありがとうございます。また次の動画もよろしくお願いします。それではありがとうございました。バイバイ。